フィファワールドカップトロフィー。フィファワールドカップトロフィー。フィファワールドカップトロフィーは、フィファワールドカップの優勝国、地域に贈られるトロフィーである。最初のトロフィーは、フィファワールドカップを企画した、当時のフィファ会長、ジュールリメが寄贈したため、その名を監視ジュールリメトロフィーと呼ばれる。制作は、フランスの彫刻家であるが言った。純銀製に、金メッキで、 高さ35センチメートル、重さは3800グラムあり、勝利の女神2家が十角形のカップを支える形をしている。1970年にブラジルが3回目の優勝を果たし、その偉業を称えてブラジルに永久に渡されることになった。しかし現在ブラジルで保管されているトロフィーはレプリカである工日。2015年1月。 破損したために取り替えられたオリジナルの台座、第1回から第4回までの大会優勝国の名が貼られている。盗まれて行方不明になっているのは、第5回大会から使用され始めた2代目、FIFA フフ地下倉庫で偶然に発見された。この部品は2016年にチューリヒに作られる FIFA フフワールドフットボールミュージアムで公開される。2> 第2次世界大戦中。 カップは1938年の第3回大会で優勝したイタリアのローマに保管されていた。1943年にイタリアが降伏するとローマを占領したナチスが近採取の目的で捜索した。しかし、盗難の危機を察知したイタリアチーム関係者が自宅のベッドの下に靴の箱に入れて命がけで隠し、難を免れた。 最初の盗難は1966年イングランド大会の前に行っていた展示期間中のことだった。盗難の直後にイングランドサッカー協会に金銭を要求する脅迫状が届き、警察のおとり捜査によって公安労働者の男が逮捕された。しかしこの男は別の男に500ポンドで雇われて受け渡しを頼まれただけだと主張し、カップは見つからなかった。しかし数日後、 ロンドン郊外のある一般住宅のピクルスという子犬が自宅の庭で新聞紙に包まれたトロフィーを発見し事なきを得た。この子犬は一役ヒーローとなり一年分のペットフードが送られたり映画に出演したりするなどしたという二度目の盗難はブラジルに永久譲とされた後の1983年に起きた。当時のブラジルは政治、 経済の混乱期で犯罪が多発していた上に、ブラジルサッカー連盟のドアには鍵がかけられておらず、警備員も一人しかいなかった。しばらくして、容疑者が逮捕された、元ブラジルサッカー連盟職員のセルジオ・ペレーラという銀行員と、この銀行員に窃盗を依頼したとされる無職、一般人の男2名。しかし、必死の捜査にもかかわらず、トロフィーそのものは、 現在も見つかっていない。公式には、現在も捜査中というが、イタリア人の富豪がカップ欲しさに購入したという説や、アルゼンチン人の妬みによる犯行という説まである。そのため、現在ブラジルに保管されているのは、レプリカとなっている。ブラジルへ永久上とされた後、新しいトロフィーのデザインが一般公募され、この最優秀デザインをもとに、 イタリアの彫刻家であるシルビオ・ガザニガが再デザインし、ミラノの工房にある GDE ベルト2社によって作られた。マラカイト装飾入りの18金でできており、高さ36センチメートル14インチ、重さ4970グラム11ポンドと、初代のトロフィーより大きく重い、シュートを決め、やったぞ。と両手剣を突き上げ、走って自陣に戻ってくる選手2人が、 背中合わせで地球を支えているデザイン。このトロフィーは1974年の西ドイツ大会から使用されるようになったが、2002年の日本、韓国大会までにおいては、次回大会までの4年間を優勝国、地域が保管し、次回大会の開会式の時に返却した後に、レプリカが授与された。2005年、アジア大陸と陸続きとなっていた日本列島が、 きちんと独立した島になるようにデザインがわずかに修正された。純金製となり高さも 36cm から 36.8cm、重さが 4970g から 6175g へとさらに大きく重くなった。この三大メトロフィーは2006年のドイツ大会から使用されるようになったが、ジュールリメハイが盗まれ行方不明となった教訓か、表彰式直後に、 フィファが回収、保管することとなり、優勝国のサッカー協会には、制動性のレプリカが贈られるようになった。ドイツ大会に先駆け、トロフィーは2006年1月から4月にかけて、世界28カ国の31カ所を順に巡る、形式で、コカ・コーラ・フィファワールドカップトロフィーツアーと題し、撮影許可の一般公開が行われた。2009年9月に、 エジプト回路をスタートし、2010年5月4日に 2010FIFA ワールドカップが開催される南アフリカに到着するまで、世界86カ国 134,017km 万17キロメートルを巡る。トロフィーを直接触れることができるのは、その大会の優勝国のチーム以外では、トロフィーツアーを訪れる国家元首、大統領、首相、国王など、 日本の場合なら内閣総理大臣、天皇、皇后のみ、一般公開もされるが、前述の人物以外は直接手を触れることができず、特殊なガラスケースに入れられて展示された。第3回トロフィーツアーは、2013年9月に、ブラジルリオデジャネイロを皮切りとして、9ヶ月間で89カ国、地域を訪れる。今回は、中南米大陸、 ラテンアメリカの39カ国、地域を巡行する、ほ、これまでトロフィーツアーを行わなかった50カ国、地域も新たに訪れるとしている。第4回トロフィーツアーは2017年9月にロシア国内を巡回し、2018年1月からイギリスロンドンで出発式が開催され50カ国以上をめぐる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。